抜けましたがゾーンに来なかったのが幸いしたという形でしょうか。ツーアウトランナー二塁一塁、ここでほっとしてはいけないですよね。ベイスターズからすると現時点で一番期待できるバッターかもしれません。牧です。牧のタイムリーにまずは牧がカーブを引っ張ってレフト前のヒットで、一塁ランナーの関根が飛び出しているのを見てアウトにしようとしたんですが、これが悪送球、ボールは外野のフェンスまで行ってしまいました。打った牧がホームに帰ってきて、これで3点です。